はい、えー、ゲームコレクターの酒館です本日は、えー、2020年10月6日サッ学院ゲームコレクター部スタートです、えー、チャンネル登録よろしくお願いしますまたえっと、えー、概要欄に僕の関わっている kindle 本へのリンクがねありますので amazon へのリンクがありますのであの。 まあ、興味のある方、もしくは僕のコレクター活動に賛同していただける方は、ぜひ、Kindle 本を読んでいただければと思います。また、あの、年ごとの連絡はいつでもお待ちしておりますというところですね。で、えー、っと、本日の予定は、えー、っと、いつものね、3DO の話。で、えー、っと、まあ、今日はレトロフリークチャレンジということでね、まあ、ポパイの英語遊び <laughs>。はい。で、あと、 えっと時間があれば質問箱やってで最後に、えー、っと本日の記念日ゲームという流れでいく予定ですが、まあ、その前に、ね、雑談をちょっとねいやーそうそうだからここにね ゲームコレクター作家のファミコン羊をおとって、まあ、キンドル本を、ファミコンのやつを出して、これがドンキーコングから、えっ、ー、と、まあ、スーパーマリオ、だから、80、1983年の7月15日から1985年の9月13日かな、までのね、出たタイトルを、こう、一応、こう、まあ、紹介するってよりは、単純に、こう、まあ、 まあその取説とかねパッケージとか、まあ、もしくはプレイしてちょっと気になったこととかを、まあ、まあネタっていうか、ねまあ、質量応答なんでまあ質問と回答みたいな感じでねでまあ画面写真とかまあそういう感じの構成のねまあ,あの本を出してるんですけどもまあちょっとねこれの第2弾を今作っててまあ 今日、まあ、昨日のもう原稿文書は終わったんであとは写真とかに載せるんだけどこれやるときにね1個目作るときにあの全部終わってからあでもこれこう組み立て最後ねこの本を作る段階になってまあ、原稿は全部終わってんだけどいや,やっぱ写真は必要だろうって言ってます。本当は極力画面写真出さないでパッケージだけで出すよパッケージや取説だけでやる予定がこう。 なんとなくね、こう、あこれ画面があった方がいいなぁと思って画面を入れるようにしたんですよ。なので、ちょっとこれをやった時のどのぐらい時間がかかったか、ちゃんと想定してなくて、で、今回、ちょっと、文章的にも、てか、ネタ的にも増えちゃったんで、第2弾はね、まあ、で、<laughs> そこで、まあ、今日はずっと取説の写真を撮ってたんですよ、パッケージとか。で、撮って、まあ、 そのまんまの線じゃなくてやっぱりこう切り取ってね場所場所ここら辺が欲しいとかいう感じでやるんで今その切り取り作業をずっとやってたんですけど終わらない <laughs> だら多分明日スクリーンショットスクリーンショットはねもうだいたい切り方決まってるから終わ簡単に終わると思うんだけど、まあ、撮影するにしても百何十枚撮らなきゃいけないんで、ね、まあそんな感じでもう少し時間がかかりそうですという感じですかね でえっ、ー、と本日の、えー、3DO の話ですが、えっ、ー、とまあ昨日と同じでね、えっ、ー、と平田商和インタラクティブシンデレラ。はいこちらです。はいこれも1995年1月13日発売ですね。まあ、昨日紹介した、えー、となんだっけ。 あのや7匹の子ヤギとオオカミの話なタイトル忘れちゃったや <laughs> あここにあったオオカミと7匹の子ヤギね昨日これ紹介したんですけどこれと同じ、まあ、シリーズなんですけど、まあ、同日発売ですね、まあ、要はあのやっぱりこうにシリーズで出すにしてもこう、まあ、例えば月1本とか出すとかじゃなくて 同じ日に複数本出してこうシリーズ化展開してるってまあそういうようなタイトルなんですけどこれはあの平田昌吾インタラクティブシンデレラってことでね多分オオカミと七七の小屋ジよりはシンデレラの方がまあ有名だろうなという感じまあなんだろうあのー、こう 単なる童話ってだけじゃなくて、多分ディズニーとかのアニメーション作品とかでも結構まあ多分されてんじゃないのかな。まあちょっとどう,どういうシチュエーションで見てるかは別にして、まあそのシンデレラっていう題材のタイトルっていうのは何かしら見てると思うんですよね。まあ極端な話、そのテレビゲームのね RPG とかまあ、なんかそういうとこでもシチュエーション的にはちょっと使いやすいと思うんですよ。その まあ、まんまではないにしてもねちょこういうエピソードを持った人たちのお話とかねそういうのは作りやすいと思うんで、まあ、そういうところでは見るのかなまあ、まあ、アリスとかああいうのに比べると少ないだろうけど、まあ、そういうところはありますね、はいまあ、フランスシャルル・ペローは語り伝えられていた民話を童話集にまとめ1897年に出版しましたその中の一編が「シンデレラ」原作「サンドリオン」です その元となる、えー、世界各地の類似した話があり例えば紀元前2500年のエジプトにおいてもナイル川で洗濯していた少女の靴が鷲、えーえー、にさらわれ、えー、お,城お城で靴を拾った王様が靴の持ち主を探しておきに迎えるというサンドリオンの原型とも言うべき物語があったと言われていますといことでね結構こうまあ まあ,ある意味世界各地でねこういうまあ単純な話まあちょっと不幸な人が王家に嫁ぐみたいな話が多分大雑把なところであってまあそこにこういろいろ枝葉がつくなりね多分ストーリーを面白くしてってこうまあシンデレラっていうのが完成したのかなっていうようなところなんですけどまあそれも <laughs> まあこれは本当ガがっつりシンデレラがシンデレラのムービームービーじゃないなシンデレラの絵本 若干動く場所ありの <laughs> 映像が楽しめるソフトです。まあそんな感じですね。えっ、ー、とそんな感じでまあキンドル本の方でね、えー、とカタログ本として、えー、とゲームコレクター作家のアンコンプリート 3DO という本ではね、えー、3DO で出てるタイトルを、まあ、一通りまり、あ、スクリーンショットプラスパッケージプラスまあ簡単な説明文ってところで構成してますのでご興味のある方はぜひよろしくお願いします。 で次はえー、っとまあポパイの英語遊び、まあ、別にポパイの英語遊びどうでもいいんだけどまああの僕のブログの方でね実はレトロフリークチャレンジっていう風にしてまあ要はクリアしたものをまあちょっと一部クリアしてないのもしょの最初の方載せてたりするんだけどまあ単純な話あの載す ブログの方に載せてるのはタイトル画面とあのクリアした後の、まあ、最後のフィニッシュ画面だったりするんだけどまあここまで古いタイトルになるとまあさすがにそのエンディングとかないからスタッフロールだーっと流れるとかないから英語遊びにねあのまあそこら辺はただ単にあの自己満足 <laughs> はい。 まあ要は、そのまあ僕はこキンドル本とか作ってる関係もあって、まあまあ、何をしたいかっていうと、まあ、別に皆さんにこうねプレイ動画を YouTube に上げて何かするとかいうわけじゃなくて、僕が単純に何かしら本を作るときに、まあ、まあ、なんだろう、こう素材ですね。まあ、今のね、その 他のねライターさんまあレトロ関係のライターさんがねどこからスクリーンショットをね持ってきたりねまあ,あのまあ、自分で撮られてるのかなどうなのかなってちょっと疑問に思うやつとか結構あるわけですよ。まあ、パッケージなんか、ね、たまにこう なんか、それ、サイトから取ってきてないみたいなのがあったりするわけですよ。まあ、でもそういうのをね、あの今こういう時代だからいいだろうと、まあいる人もいるだろうけど、やっぱり、自分でちゃんと自前で用意しなきゃいけないなと思って、まあ、そういうので、こう、用意はしてるわけですよ。まあ、その中でね、<laughs> あの、まあ、実際、これをやるときに、まあ、これファミコンのね、だから、ドンキーコングから、ドンキースーパーマリオまでのね、 やつのまあプレイしてストーリースクリーンショット撮って,てそこからこう掲載したりしてるんですけどまぁ、あ、まぁ、あ、ちょっとねそこら辺でこうまあこれにのもうこれ釣り出すからこれは絡める必要ないんだけどまあこれに絡めてねまあ一応クリアしたものについてはちゃんと紹介していこうかなと思って今回はあのまあ、ドンキーコングとかで、ね、発売 ファミコン発売当初から順番にこう、ね、紹介していくのもいいんだけど、まあ、ドンキーコングとかはね、もう、あの、ループゲームだから、まあ、4面クリアしちゃうぐらいあたりで確か撮ったやつも載せてたりするんだけど、まあ、とにかくね、あの、ちょっとまだ紹介してないのがこう、再発売日、ファミコン発売当初から順番に行ったら、まあ、ポパイの英語遊び、 あもしかしたら、ドンキーコング・ジュニアのサンス遊びとかもまだ紹介してないような気がするけど、まあとにかくポパイの映画遊びがね、あったので、とりあえずこれを紹介しようかなというところです。で、ポパイの映画遊びなんですけど、まあポパイっていうのはまあ、まあ、当然アニメですよね、海外のね。で、まあ、なんだろうな、僕らの、なんだ、今のね、海外のアニメっていうと、なんとなくこう代表作何って言われると、もう、なんだろうな、こう、 最新の映画だったりすするじゃないですかまあ、ちょっと古くかってもねこの種類が豊富にありますよね。その、まあ、ディズニー映画も新作とかっていうよりも例えば「アナと雪の女王」とかねそういう感じになっても、まあ、まあ美女と野獣にしてもまあそういうふうに残るものはいっぱいあるんだけど僕が子どもの時には映画っていうよりはやっぱテレビのねところでこうローカライズされたこう 日本語の声で流れてくるねアニメとかが多かっただからポッパイとトムとジェリーとまあ大体、まあ、まあその2つは大体メインであってまああとミッキーマウスとかはねまあドナルド・ダックとかああいう系のやつはまあ 当時からメジャーだったんですけど、まあ今はバリエーションありすぎて、ポパイなんかもう多分そんなにもう見えない。あ、スヌーピーとかも有名ですね。まあだからポパイは当時は有名だけど、今はそこまで有名じゃないのかなという感じの、まあ、キャラクターですけど、ファミコンでは任天堂が、あの、真っ先にね、ドン・キーコング、ドン・キーコング・ジュニア、ポパイの3タイトル出すっていうね <laughs>、ところでこう、まあ今だとポパイがちょっとかすれてる感があるんですけど、まあそういうね、歴史的な経緯があるので、 その83年の11月22日に、えー、とこうポパイの英語遊びが出てますと <laughs> いうところですね。あのでポパイの英語遊びに関して言うと、まあ、ポパイの作品がポパイのアクションゲームは3ステージあって、まあまあ、基本的にはこのオリーブがねこう何かしらを投げるんでそれをキャッチしてあのたまるとクリアになるんですよ。まあ、正直あの ステージ3ではあのずっとオリーブがこうそれをキャッチしてくるんでいや助けようよって思うんだけどまあ結局なんだろうドン・キーコングとかだとこう、まあ、3, 3面クリアした,したらドン・キーコングが真っ逆さまに落ちてでポパイあそうじゃないマリオとレディがこう対面するみたいな絵があるけどもポパイはずっとあのオリーブが そうステージ3だと船の上でこうヘルプってやってんだけど、まあ、それで HLPA が落ちてきてそれを取ってってまあ一応設定的には船にこうはしごが上がっていくのかなバーっとではしごが上までたどり着くとクリアなんだけどでも別にこう対面して何かキスするとかそういうシーンも全くなくてまたループしちゃうんでまあちょっと殺風系ながらもねあのまあ一応、まあ、ループゲームのルールの中でねあの一応オリーブ ポパイオリーブブルータスかなあのブルートだっけ忘れた <laughs> まあいいやあのそういうねキャラクターがこう活躍するねブルータスかはい、まあ、そういうような感じのゲームだったんですけどそのステージ1をねまずワードパズルワードパズルって題材にしてこうそのマップを使ってゲームを作られてるんですね、あのー、当時の、まあ ドン・キコング・時代のサン遊びでもそうなんですけど、その元にあるゲームの絵なりシステムをある程度こう流用して教育ソフトを作ってるっていうのが、まあ、このポパイの映画遊びなんかの,この、こ、まああの当時のね、なんか任天堂の凄さというか、まあ単純に多分、多分こう、ゲームだと、 子供、親が買ってくれないけど、これで勉強ができるって言ったら、こう、親が買ってくれるという、まあ、そういうところを見越して、こういうね、英語っていう関わりで出してきてるのかなという感じはするんですけど、まあ、あの、まあ、何やともあれ、こう、出てるってことは確かなんで、で、まあ、その、ステージ1のね、絵の中で、こう、ワードがね、単,単語じゃないや、えー、っと、カテゴリーが、 アニマル、カントリー、フード、スポーツ、サイエンス、アザーかな。で、6種類あるんですよ。で、まあ、その中が1つ選ぶと、まあ、それが出題されるんですよね。で、難しいのが、こう、出題された時に文字数は出るんですよ。でも何が入ってるかわかんないから、あの、ちょっとエスパー感覚なんですよね。最初の、最初の何かをオープンするのは。 あれでもこれしてあれかパズル A と B があるのかなえー、っとね書いてあるかなあ一応こういうねゲームの説明としてこういうのがありますポパイオリーブブルータススイーピーと一緒に遊びながら楽しく英単語を学びましょう英語遊びのカセットには500の英単語がプログラムされています別 別天使に500の英単語と日本語の意味を記載してますので参考にしてくださいということで、まあ、別紙が本当あったんだけどちょっと僕のねあのコレクションにはちょっと別紙が入ってないという、まあ、そんな感じなんですけどで一応、まあ、ここに書いてあるわ <laughs> ワードパズル A は一応こう日本語の意味のねカタカナが表記されて文字数が出るんでまあ類推できるんですよまずカタカナからまああのああ 日本語のこの意味だと英語だとこの意味かなってなるんだけどこのパズル B がね難しいんですよ。日本語の意味は表示されません。文字数だけのヒントであなたの直感を働かせてください。あ感を働かせて見事 A 単語を完成させてくださいってあるんでまあ要はワードパズル A は最初からこう文字がね文字じゃないや単語のな何が出てくるか分かるから文字数考えなくても英語の意味が英語が分かれば 答えられるんですよでワードパズル B はあの文字数しか出ないから正直いろいろ考えられちゃうんですよね。文字数同じ単語あの文字数の単語なんかいっぱいあるから,からそうすると最初はなんとなく母音で攻めてこうオープンするのを見ながらあとその死因でもう わりりかしこれ入っってててるだろうっていういのを当たりつけてね、まあ、例えば S とかねなんかちょっとありそうだなと思うやつをこういくつかこうピックアップして入れてって開いてきたらもしかしてこれじゃねって感じのモードになるんだけどその最初の何工程か外すとまあズルズルいっちゃうって感じなんですよね。まあな,な感じなんですけどまあとにかくね10問クリアする10問クリアするとじゃないや宿題を解答すると一応クリアっていうことになってねまあ クリアででたからそれでいいやって自己満足 <laughs> しましたまあこれ誰でもクリアできるゲームっていえばクリアできるゲームですね。であとはそのパ,、えー、とパズルワードパズルのあとねワードキャッチャーってモードがあってこれはもうマリオマリオじゃないポパイとブルータスでこうバトルするゲームなんですよね。まあ要はさっき言ったそのノーマルのねポパイのねその3面で オリーブがヘルプって言ってる。hlp をね。こう拾っていくゲームの,の作りをそのままにして、あのオリーブがあの。いろんな単語のね。言葉をあのこう。まあ、投げかけてくるんで、その中でま英、あ、単語4文字で英単語になるんで、それに当てはまるやつをこう探していくんですよ。ただ、質題が何個かあるんでその中であの？条件合ってれば？ まあ進んでいくんだけど条件合わない単語,をと単語じゃない文字取っちゃうとアウトって感じでやり直しになっちゃうんですけど、まあ、それでポパイ対あのブ,ルートブルータスの戦いでねあのどっちがいっぱい集めるかってことで、まあ、こ,のゲこのモードだけはあのブルータス選んでプレイ2プレイヤーがねプレイするとあの唯一ブルータスがあのオリーブのねこう <laughs> あのー。 こう心を射止めるというか、ね、そういう結果になるというちょっとこう複雑なゲームだったりしますはいまあそんな感じでこれひどいなこれポパイのねこの説明書がひどいのがここにねあの「勝った方がオリープとハートで結ばれます」って言ってこうブ,ルブルータスを例に出してるんですよまあさ確かにねポパイとのやつはみんな見てるからいいんだろうけど ここをオフィシャルでこれブルータスにするのはちょっといただけないですね。はい。あ、こんばんは。という感じでね、このポパイの英語遊びもね、結構こう、ゲーム、パズル、ワードパズル A でプレイしてると、あのー、割と簡単、大人がやると簡単です。あのー、 だからそのヒントから英単語わかるともうそこから類推していけるんだけどやっぱりパズル B はヒントがないってだけで文字数だけでやるから本当に当たりつけてやらなきゃいけなくてそれがうまくいかないとダメなんでなかなかこのパーフェクトクリア的なのをねやろうとするとすごい難しくなります。まあ今回はね僕のプレイは単純にパズル A でねあのあの簡単にこうささっと終わらせたんですけどまあそんな感じでねあの ある意味ねあのちょっとねこの「キンド l e 本のこれも実は最初の方のファミコンのゲームって対戦が多いから割と対戦をいじってる書き方をしてるところが多いんですけど、まあ、具体的に言うとそのまあマリオマリオブラザーズが多分対戦ゲーム最初なんですけどまあただ対戦ゲームって でもあるんだけど、えっ、ー、と、協力ゲーム、あ、違う、違うな。一般的に協力ゲームに見られてるんだけど、対戦要素もあるよ。まあ、要は、取説に協力モードとライバルモードがあるよ、みたいな書き方をしてるんですよ、任天堂のね。そういう2人プレイができるゲームは。で、その後、まあ、ドンキーコングジュニアも実は対戦モードが、まあ、対戦メインなんですけど、入ってて、まあ、で、ポパイの英語遊びですよ。で、その後、84年になると、今度は、えっ、ー、と、なんだ、えー 順番ちょっっとはっきりしてないけどデビルワールドなんかもねあれ一応対戦要素ってわけじゃないんだけどなんだかんだとあのあの迷路えっ、ー、と偶数面かな偶数面、まあ、1面2面ボーナス面3面4面ボーナス面って流れでいくとそのボーナス面じゃないや2面のところに,とにはあの床にこう 矢印マークがあって確かそこ踏むとこうスクロールが変わるからあれで潰し合いして遊べるとかね <laughs> できたりとか、まあ、あと有名あとクルクルランドもねクルクルランドよりあか先かな、まあ、アイスクライマーとバルーンファイトは割とそのマリオの系譜でやっぱり対戦と協力両方できるよみたいなまあ触れ込みだったんですよね。ククルクルランドもも人用だけどあれも ね、基本協力なんだけどあの相手をぶつけてこう邪魔するとかねやり方ができたし割とこうあの任天堂の、まあ、ゲームっていうのは割とこう2人プレイってなると当時からねあの2人協力っていうような要素が、まあまあ、対戦も協力もできるよみたいな要素でこう入ってましたはい「クルクルランド」大好きだったなあ「クルクルランド」いいですよねあれはあの ただいくらやってもこう手くならないというか <laughs> あのディスクシステム版がいいですよクルクルランドはあのー、ファミコン版だとあのー、普通になんだこうまあ普通に宝探しをするゲームなんですけどあのディスクシステム版だとあのまずあの敵キ,キャラウニラってやつのでっかいやつが出てきたりとかあとそのモードによってその何だ 1>, 1回通ると宝石がオープンするんだけどもう1回そこ通っちゃうとまたひっくり返っちゃうっていうねあのこのオンオフのある遊び方のねモードになってるんであのファミコンのそのノーマルのクルクランドを遊んだ人も 多分ディスクシステム版でちょっと新鮮な気持ちでプレイができるんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに多分確かね、バーチャルコンソールに入ってるクルクルランドは、そのディスクシステム版の方を,もを入れてるんで、あのカセット版しか遊んでない人がバーチャルコンソールを落とすと、あれって違和感をすごい感じると思います。はい。まあいいや、まあ、そんな感じでね、実はその。 ニンテンドーってやっぱりファミリーコンピューターって呼んでただけにその対戦ゲームっていうまあこれは教育ゲームだけどなんだかんだその対戦ゲームの系譜を盛り込んでる最初の方のソフトなんですよねだからまあこれは協力じゃなくて本当対戦なんですけど、まあ、その後のゲームではこう協力と対戦両方っていう流れがちゃんとできてたりしてるんでまあ,あの割とこうなんだファミリーを意識してるっていう部分でこう ディスク版やっってなかかたあそうですディスク版というか,、まあ、だからバーチャルコンソール版やるといいですよあれは。でまあそう n i n t e の、ね、ゲームっていうのはそのファミリーっていうとこでやっぱ2人プレイを割とこう考えてたってところがまあ見えるっていうのがね面白いと思うんですよ。で多分そこの心理を分かるとあの64でコントローラー4本差しの本体が出てきたっていうところにもこうつながっていくと思うんですよね。 で逆に言うとあの任天堂はあの自,自社でマルチタップ出してないんですよ。だからやっぱりこの最初はファミリーコンピューター2人用って感じで出してたんだけどなんとなく数ハミっていうのは逆にコントローラー1個で1人で遊んでみたいな感じで逆にそのハドソンが PC エンジンで持ってきた文化のマルチタップをこうね 入れ,て入れられた感じだったんだけど、ニンテンドはそ,その後、ファミリー向けってところを4人に持ってったっていうね、流れがあったりもするんで、まあそういうのの原点には、このマリオブラザーズから続く、このポパイの絵遊びがあったっていうのもね、まあ、ちょっと強引な結びなんですけど、まああると、記憶するといいかと思います。で、まあクルクルランドもディスク版やってみてください。<laughs> はい。<laughs> というところですね。はい。そうだ。で、 ちょっと今日はね、質問箱はいいかなぁ。ちょっとあれですね、早いけど、本日の記念日ゲームをちょっと。で、本日の記念日ゲームがね、1995年の10月6日発売の、えっ、ー、と、タクティクスオーガこれが25周年になります。はい。 25周年ですね、95年だからさっき頭で紹介したこの平田昌吾インタラクティブが95年の1月なんで 3DO のソフトが出た後にこうねあのこうタクティクス動画出てるんですよスーファミのソフトですけどでまあこれまあタクティクス動画のゲーム内容いかんはどうでもいいんですけど結構ねあの、まあ、ちょっとえー、っと 春にあのゲームラボさんのね、えー、っと、どれだ、このゲームラボ、スーハミ30周年のね、この特集の中で、スーハミのページをちょっと扱って、周辺機器のね、コーナーを僕は書かせてもらったんですけど、そこでね、まあ、スーハミあの、あの、スーハミのなんだっけあの、ターボファイルあるじゃないですか。 でターブファイルって割とやっぱり ASCII さんのタイトルがまあメインだったりするんですけどあので普通は普通はあの,その周辺機器系っていうとこう外側になんかねアイコンがあったりするじゃないですか最近だともう当たり前なんですけど。 3DS なんかだともう裏面にこう何に対応してるかってあったり、まあ、プレステとかのあたりからですねソニーさんのプレステとかあとまあゲームボーイだとゲームボーイカラーぐらいになるとゲームボーイ対応してるとかこうそういうのが出たりするんですけどまああのアスティさんの,そのファターボファイルの対応ソフトっていうのがあのアスティは入れてんだけど他社は入れてないんですよだからこれタクティクスオーが見ても全然何も入ってないんだけどあのトリをね トリセツを開くと、ここに、ね、ターボファイル対応、<laughs> えっと、ターボファイルツイン対応ってう入ってて、まあ、な、何が言いたいかっていうと、あの、多分、 タクティクスオーガを買った人は買ってからターボファイル対応していることに気づくっていうね <laughs> あの普通こっち側に書いてあってこうね気づきそうなものだけどこう書いてないというなかなかこうあの意地悪というかねあの面白いこういうあの気づきがあるのでぜひあのなんだろうなこう周辺機情報っていうのはねなんちゃんとこう あの今だとね中古でしかソフト買えないかもしれないけどそのソフトだけ買ってるといろいろ分かんないこともこの取説とかねパッケージをこう見て眺めているとこういろいろなことが分かるというねことをちょっとねこう気づきとしてやっていただければなと思いますはいまあねタクティクスオーガーはねだからもうなんだで「伝説のオーガバトル」 タククティクスオーガってあってその後こういろいろ,いろいろじゃないな多分サタンとプレステでやたらとこうねあの移植はされたんだけど実際その後出た新作が64に出たりとかえっ、ー、とあとなんだオーガ系だとネオポケでも出てるかなあれはオーガバトルだったかな。 まあなんかこう外伝的なものがいろいろ出てるんだけど残念ながらこう,こうシリーズが完結してないんですよね。タクティクスオーガはこうねあの一応どういうことが書かれているかっていうとえー、っとこれね「今伝説が再び蘇るオーガバトルサーガ第7章タクティクスオーガって書いてあるわけですよ。でオーガバトルサーガ第7章イシュタルの教えよりって書いててまあ あれオーガバトルは5だか6だかなんですよねここの章が。だからこうあのいわゆる「スター・ウォーズ」でいうところの、まあ、456みたいなところの、ね、ゲームがこう発売されててじゃあその 1, 1とか3とかどうなのよみたいなそういうような感じで、まあ、多分未だにモヤモヤとしてるんで、まあ、この辺は <laughs> いずれ誰かがねこう完結させていただければいいのかなっていう感じがするけどまあ誰も出さないよねそれが。 うん、今多分スクエにさんが権利持ってんのかな、うん、まあ多分続編とかないだろうけども、まあ、まあ誰かねこうクリエイターさんがこう「続編出すぞ」ってやってくれるとねいい展開があるんじゃないかなと思いますがまあ,あの期待せずに待ちましょうということで本日はこの辺りにしようかと思います。以上作でしたおやすみなさい